グリーバス将軍。グリーバス。グリーバスは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズに登場する架空の人物で、反共和国派の分離主義者、独立政権連合を率いた将軍である。クローオン大戦において、霊国無比なサイボーグ将軍と言われ、分離主義勢力独立政権連合の、ドロイド軍指揮官として活躍した。は、惑星カリ故郷にする爬虫類種族。 カリーシュの将軍。主な活躍は、スターウォーズ・クローン大戦や、スターウォーズ・クローンウォーズ、テレビアニメ、スターウォーズ・エピソード3、シスの復讐などで描かれた。クローン大戦の最前線で、ドロイドたちを指揮し、クリーバス自身も多くのジェダイと交戦している。設定上では、エピソード2、スターウォーズ・エピソード2、クローンの攻撃でのジオノーシスの戦いにも参戦していたが、 目撃したジェダイは、皆殺しの浮き目にあったため、共和国軍や、ジェダイたちに、その存在を認知されることはなかったという。共和国を攻撃し勝利し続ける中、クリーバス将軍は、共和国の首都コルサントへの奇襲、銀河元老院最高議長パルパティーンの誘拐を、実行に移した。コルサントの奇襲は、結果的に失敗に終わったが、議長の誘拐には成功し、 二人のジェダイを殺害し、ジェダイマスター、シャクティオ、戦闘不能に陥れた、アニメ版スター・ウォーズ・クローン対戦シリーズ。しかし、この誘拐作戦は二人のジェダイ、アナキン・スカイ・ウォーカー、オビワン・ケノービの活躍によって阻止されたため、自身の機関、インビジブル・ハンド・モロトモジェダイと最高議長を、葬ろうとするが、この試みも、アナキンの発揮した驚異的な操縦技術によって、ついえてしまう。 墜落寸前の間より一足先に脱出したグリーバスは占領した惑星ウータパウに大量のドロイドを隠し、直ちにダースシディアスへ報告、次なる行動の指示を受けた。しかし共和国はグリーバスの潜むウータパウを突き止め、すぐさまジェダイマスター、オビワンケノ帯ビ将軍率いる大部隊が派遣される。オビワンに対決を挑まれたグリーバスはこれに応じるが、 やがて自身の不利を悟り闘争を図る。しかし、オビワンの激しい追撃により次第に追い詰められていき、最終的に装甲を引き剥がされて露出した内臓を、ブラスターで焼き尽くされて絶命した。その後、フリーバスが脱出に使用しようとしていた、宇宙戦闘機ソウルレスワンは、パルパティーンのジェダイ抹殺指令オーダー66から逃れたオビワンが、 ウータパウから脱出する際に使用さた、シスの復讐。自ら驚いどと称している。また、敵であったとしても賞賛に値する者に対しては、敬意を払う傾向がある。ウータパウに一人で現れたオビワン家の帯に対して、最初は部下を消しかけた者、くもなく撃破したオビワンを認め、その後は部下に手を出させず、オビワンとの一騎打ちに臨んでいる。また、そうかたのに対しても、 初戦では、女子供と侮って、ライトセーバー一本で戦うとしたものの、やがて彼女の挑発に応じて二刀流に切り替え、後に再戦した際には得意の四刀流で、応戦している。ただし、総司令官として打ち取られるわけにはいかないという、自覚からか、形勢不利と見るやドゥークー伯爵の指示に従い、部下を押しのけてでも一人だけ逃げ出すことが多い。 ゴアと名付けた巨大なモンスターをペットにしており、惑星、バセックにある根拠地への侵入者を餌として与えていた。後にキットフィストーによって殺害された際には、月光しており、グリーバスなりにかなり愛着があったようである。シスの復讐に、収録のオーディオコメンタリーによれば、スタッフがイメージしていたグリーバスはいざとなれば、部下を差し向けて、あっさり逃げ出す。 鶴橋小い小悪党であり、どちらかといえば、策を牢する皇帝に近いタイプであった。独立政権連合における、軍事面での顔役であり、分離主義勢力の指導者である、ドゥークー伯爵に対しては、ある程度忠実であるが、ドゥークーは、ジェダイマスターを倒すことを望むにもかかわらず、ロイドしか渡してくれないと口をこぼしたり、ドゥークーがグリーバスに、ジェダイを倒させるために、 わざと彼の根拠地に、ジェダイをおびき寄せたために、グリーバスが激怒するなど、対立する場面も見られる。また、本当の主が、ダースシディアスであることを知っており、彼には決して逆らわない。オビワン家のビとは、幾度も、剣戦を交えた宿敵であるが、その弟子である、アナキン・スカイ・ウォーカーとは、シスの復讐で退治するまで面識がなく、グリーバスはアナキンについて、 もっと年配かと思っていたとのこと。両腕は左右に分割することで四本腕に変形可能である。この四本腕の制御のため、本来の脳にアシスト用の電子脳が埋め込まれており、近接戦時は四本のライトセーバーを駆使して、複数のジェダイと同に渡り合うことが可能となっている。そのため片腕に指が六本あり、分割時は三本ずつになる。その他、 ワイヤーアンカーを射出するグラップリング服やブラスターなど様々な隠し武器、機能を内蔵している。身体能力が非常に高く壁面や天井をサソリのように縦横無尽に這い回ったり宇宙空間でもかなり自由自在な行動が可能。ただしホースは使えないためジェダイやシスのようにブラスターの高弾を防御して打ち返すこともできない。また、 クローン対戦の作戦行動中にメイスウィンズのホースプッシュを胸部に受け回復不能の呼吸器障害を受け、それ以来慢性的咳込んでおり、戦闘中にもたびたび咳込む姿が見られる。また、ジェダイ以外の戦士を見下している傾向があり、クローンウォーズでは、それが原因で数人の軍艦戦士に敗北を喫している。さらに、通常のドロイド同様に、 軍団の使うエネルギーボールは脅威であり、手投げ用の小さいものを受けても動けなくなる。種族は、生死同様に仮意種、クローオン対戦が勃発するまではサイボールではなく、妻子や友人もいた。平和な日常に適応することが難しいほど、好戦的な性格だったと言われ、戦いに対して美学を持つ、誇り高い武人気質の持ち主でもあった。本名は、 カイメインジャイシーラル、コマインジェイシーラル。分離主義勢力の勧誘を受けたグリーバスは、故郷カリーが戦争によって被った、莫大な負債を帳消しにすることを、交換条件に参加した。しかし、分離主義の黒幕であるダース・シディアスはカリーをより、扱いやすくすることを考え、分離主義者に命じて、彼の乗る、宇宙船を、意図的に爆発事故に巻き込み、 暴殺しようと試みたが失敗に終わった。重傷を負ったグリーバスは、ジオノー事案によって、有無を言わさず、サイボーグにされてしまった。どうにか一命を取り留めた、グリーバスであったが、脳の改造で、記憶や精神にまで操作を加えられたことにより、サイボーグとなった後は、トゥークー白尺、そしてダースシディアスの忠実な手先として、行動するようになる。 アサージ・ベントレスや賞金稼ぎのダージラと共に、ドロイド軍の司令官候補の一人として選ばれたグリーバスはバトルロワールの末に勝利、その実力を認められて将軍の座を与えられた。グリーバスの存在が知られるようになったのは工業惑星ハイポリでの戦いであり、この戦いでグリーバスはドロイドの大軍を引き、 ジェダイマスターを含む多くのジェダイたちを次々と抹殺すという戦果を挙げ、以降も共和国中心部の整形インナーリムを次々と進行し、恐れられた。サイボーグへの改造手術により、いくつかの感情を失った、フリーバスであったが、以前のカリー主の将軍であった記憶から次第に、大きな虚栄心を抱くようになり、改造当初はありきたりなドロイドのプレートで、 覆われていた顔面に鋭い金属の葉を取り付け、さらにドロイドの顔面を、カリーシュの戦士が身につける猛獣の骨でできた仮面を、模したものに乾燥する、大柄ながらも貧弱にすら見える機械の体に長い、ケープを羽織るようになった。自身の側近である、マグナガードにもカリーシュ伝統のケープを羽織らせると、度重なる戦闘で汚れ、傷だらけになった姿をあえて直さず、誇りとしていた。 このため、劇中のグリーバスのボディには無数の傷が残っている。非常に残忍な性格で恐れられ、民間人や難民、女子どもであろうと躊躇なく無差別に攻撃する。これは、サイボーグ化の際に脳を操作されたためであり、グリーバスの残酷さは、ほとんどが、この改造に由来していると言われる。さらに、軽口を叩いたドロイドに八つ当たりをするなど、部下への扱いは存在である。 通称連合のヌートガンデーとは、初対面時に、ドロイドと間違えられたことから不仲であるとされる。咳込んでいるのは、コルサントの戦いにて、メースウィンドゥのフォース攻撃を受けて呼吸器を損傷したためとなっている。電子脳のアシストによりあらゆる角度から攻撃を仕掛けることができるほか、足を用いた三刀流も得意とする。シャクティ、キーコールアディーコールムンディ、アイラセキラなど、 ジェダイマスターを含む5人のジェダイと同時に、切り結ぶほどの実力者。ジェダイの用いるフォームを電子脳へ、インプットさせ、そのまま返す能力を持つ。ライトセーバーは、ケーブや腰に装着して、常時複数本傾向している。そのうちの1本は、ジェダイマスターサイフォーディアスのライトセーバーであり、これは、グリーバスが重傷を追いサイボーグ化した時、見舞いに来た、ルークー白尺から、 会期 Y として送られたもので、クリーバスはこのサイフォディアスのライトセーバーが取り分けよに入りであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。